皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。今朝自宅付近ではですね、高橋直子のですねハーフマラソンが開催されまして、多くのランナーがですねメモリアルセンターの方へ歩いていくというような光景を見ながら車を早めに移動させております。とにかく陸の始まりますとね、朝8時頃からもう陸の孤島となってしまってね、身動き取れなくなってしまうというのが、まあ、そのメモリアルセンターの付近、いや、マラソンが行われるとね、まあ、以前に比べればね、ちょっとね地元の人間だったら逃げ道知ってるぐらいのところだけは空いてるっていうか開けてあるようなね、そんな状況にはなってるんですけれども、どちらにしましても、まあ、大変でございます。さて今日はですね、昨日24日の日に起きました北海道知床沖でですね、観光船が行方不明、消息不明になっているという事故で、海上保安庁がですね、まあ、昨日から引き続き、24人ですかの捜索をしてまして、今見てますと何人かはね意識不明の状態で見つかっているということなんですが、まだ全員のね安否が全員の安否は分かってないというような状況です。朝のニュース、ラジオのニュースを聞いてましたら、波の高さは3メートル、風速もですね10メートルを超えるような状況であったというようなこと、それから、他の船長がですねこんな日に出るんかというようなことを言ったとかですね、まあ、沖で早朝から操業してた船の船長がですね、まあ、昼頃には帰らないともうやばいぞやばいということで逃げ帰ってきたみたいなね表現があります。私も3メーター以上の波、それから10メーター以上の風の中で魚釣りをやったことがありますけれども、もう立ってるだけで精一杯、これ仮にですね、観光船の中で、座っていてもですね、もう前の席にしがみついてないと、もうとてもじゃないけど座っていられないぐらいひどい荒れ方だと思います。そんな日にね何観光するのっていう感じもしますよね。全くその3メートル以上の波とかですね、風速10メートル、そういう状況の中で通用したことがある人間が言うわけですけれども、無謀ですよ。それは本当に無謀、これは人災害に何者でもない、本当にねあってはならない事故だというふうに思います。行方不明になられている方、発見された方がですねお一人でも助かることを祈ってですね、今日はこの辺で失礼をしたいと思います。ありがとうございました。残念です。